ケイスケのソングス&ドックス、週末はミュージシャン。少し休もうという曲で始まりました。季節が変わりました、もうお気づきと思いますが、大体何回か同じ服を着て歌っていたりしますから、取りだめしてるなということはお分かりと思います。それからなぜオープニングがあってエンディングはないんだというすっごい注文つけてたりしてまあ、写真差し替えるだけでもいいからエンディングを違うちょっとハーモニカ取り替えたりしますね。これどうすんだ、こういう場面流しっぱなしなんですかね、不思議な。ここで那須塩原インターネットテレビ制作、ケイスケのソングス&ドックス。もう私の周りではあれは誰のための番組なのかっていう、非常に身内内外から非常に疑問が投げかけられていて、俺の接待番組ではないかとかいろいろ何なんでしょうね。でも結構ね、100だ200だ、まあ全部をずっと追って MC まで聞いてくださってる方があんなにいるとは思えないのでですけど、どうなんでしょうかね。まあ いらっしゃってくれるなら嬉しいことであります。もう今日はだんだんなんていうんですか、一応のこだわりとしてこれまでやったやつをなるべくやらないで今日はやってみようと思っていて、するともうものすごい僕にとっては裏番組みたいな、ずっと歌ってない歌とかを引っ張り出してくる感じになるので、大変、自分でも楽しみな、うまくいかない可能性大というね。
ってみましょうかね。最初っていうか、まともに紹介してなかったみたいで、マイクもあっち向いてますけどね。PA のプロフェッショナルなのか、ベースのプロフェッショナルなのか、ドラムのプロフェッショナルなのか、分かりませんが、趣味人なのか、趣味人、はい、カホンであります、滝本さんと言います。よろしくどうぞ。ほとんど喋らないということになってる相談で、なんか他の番組でもお見かけしますけど、全然喋んないですもんね。はい、喋りません。心寄せ合うくらいはいつでも好きにできるのなら、僕らはこれくらいの距離でいいよって何度も話した。口癖が映るくらいに近づいてく速さも、冷めない思いも若い頃みたいで、気に入ってる。誘い合うことなく過ごした不思議な夜、何度も重ねて一人分のサラダも手を抜かない君をここから眺めた。裸で眠る君に驚く気に入りという曲でありました。急に静かになったので、きっとこう撮ってる人たちは大変なんですかね、やってる方はもう多少のミスは無視していってしまいますが、今回からなんかね、この間まで屋外で歌ってるようなフィルムが入ってましたが、今回から急に私の背後に巨大な犬の顔があるような場面が続いているかもしれない。続いてないかもしれないけど
では本日最後の曲ということになるんですよあれ、これ確か先輩の結婚式に行って あめでたいことだと思って、僕の先輩の結婚式っていうのがあったんですね、3年ぐらい前に、その時に書いた曲ですね、ではお別れに。飛びました。でもみんな気づかない。